はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、朝日の、ビアスプリッツァー。白ワインのビアカクテル。シャルドネ果汁使用。発泡酒です。果汁が 1%。限定出荷となってます。原材料が麦芽とホップと糖類。カラメル色素と白ワインとブドウ果汁、酵母エキスと大豆タンパクと酸味料と香料、麦芽使用率 25% 未満、アルコール度数が 3.5%、あ、少ないね。3.5% か。少ない。いわゆる結局あれか。白ワイン、風味。あ、すごい。なんかマスカットの味がする。てかこれシャルドネって言うんだ。俺シャドルネってずっと呼んでた、これ。白ワインのなんか、シャドルネっていうなんか、あれがあるんですかね。ブドウの品種なのかな？ずっとシャルドネじゃなくてシャドルネって呼んでたわ、これ。まあいいや。乾杯。ああ。うん。なんか、白ワインっていうか、ブドウジュースの結構甘い、白ブドウジュースみたいな。マスカットの味が結構しますね。で、今日のつまみはマスカットでね、なんでマスカットって言った？カロリーメイトのポテト味です。これね、結構美味しいんですよ。案外ちょっと、最初食った時まずっと思ったんだけど、案外、これよくできてるな。すんごいポテトの味するんですよね。じゃがいもの。ここまでこの、じゃがいもっていう味の、うん。うん。なかなかない。うん。うん。おぉ。うん。うん。じゃがいもだ。じゃがいもだ、これ。でもやっぱチーズ味だな。本当にカロリーメイトのフルーツ味はまずいっすね。あんまり、あれが一番食わないな。あとチョコレート味。うん。なんかチョコレート味って結構、なんか同じ、なんか、チョコは、もうな、よくある味なんで、あんまり、わざわざ買わなくても、うん。って感じなんですよね。こちら、ビアスプリッツァーは、9月9日ですね。に、発売して、限定出荷。2015年の3月の末まで、みたいです。うん。まあ、
悪くはないような。でもほとんどビールの味しないな、これな。ほとんどマスカットの味で、ほとんど、死んでしまってる、ビールの味が。あと、アルコール度数が低い。あんまりこれは。あんまりよろしくない。カロリーメイト。これ昔ね、俺ね、缶タイプのやつ飲んだんですけど、めっちゃまずかったですね。これ。缶のね、やつ。ものくそまずかった。で、それから缶はトラウマですね、これね。缶がね、カフェオレ味とコーヒー味とココア味とコーンスープ味っていうのがあるんですけど、多分まずいのがカフェオレ味、俺が飲んだやつ。多分ね。で、あとまだ食ったことないのは、ゼリータイプっていうの食ったことないな。ああ、カロリーメイトのロングライフっていうのはあるみたいですね。なんかいわゆる備蓄品、災害時用の備蓄品みたいな。3年持って、んちゃらかんちゃら。ちなみにこれは賞味期限が2015年の3月16日だから、まあ半年くらいしか持たない。そんなもんか。カロリーメイトか。カロリーメイト、で、
最初誕生したのが1983年の4月で、チーズ味と缶のミルク味っていうのが出てるみたいだね。今ないですけど。これ怪しいな。いや、これかもしんねえな、俺飲んだのな。わかんない。まあどうなんですかね。ん？え、あ、缶のココア味とカフェオレ味発売したの2000年かよ。ってことは、それ以前から発売していた缶のコーヒー味だな。俺すっげえ昔に飲んだことあるもん。これコーヒー味だ。多分まずいの。缶の、俺小学生ぐらいの時これ飲んだことあるんだよ。超まずかったからね。缶のコーヒー味が発売したのが1983年の11月。となると、これだな、多分。缶のコーヒー味、これがクソまずかった気がする。本気で。本気でまずかった気がするんですけど。でもあれだね。もしくはミルク味だな。この謎のミルク味っていう。チーズ味のブロックのやつがチーズ味が発売して、フルーツ味が発売して、93年にチョコレート味が発売。ああ、結構チョコレート味後なんだな。そして、割と最近ポテト味が2007年発売し、一番新しいのがメープル味。これ結構美味しいですよね。メープル味ね。ほとんどあの、お菓子ですけど、ね。あれは。あれは、つまみっていうより、お菓子。メープル味は。普通のメープルシロップの、普通のなんかパンケーキみたいな、味するわ。うん、美味しいんだけどね。うん。まあ、俺は、うん。うん。やっぱ、チーズ味うまいな。にしたって。カロリーメイトのことをもっとよく理解しませんか？ 3 分間でカロリーメイトを食べながら、もっと詳しくなれるムービーを一緒に見てみましょう。カロリーメイトは手軽にバランスよく5大栄養素が補給できるバランス栄養食です。私たちが健康を維持し元気よく生活するには、1日に必要なカロリー分をバランスよく食べる必要があります。忙しくて朝ごはんを食べられない人が若い人を中心に増加しています。また朝食の内容にこだわらない人が多くいますが、朝食は1日の活力の源です。しっかり食べることはもちろん、その質が午前中の仕事や学業の集中度合いを左右するという研究結果が出ているんです。だから朝はカロリーメイト。タンパク質、脂質、ミネラル、ビタミン、糖質を摂ることで健康を保ち、十分に体や脳の機能を働かせることができます。カロリーメイトはこの5大栄養素をしっかりと含んでいるバランス栄養食なのです。小腹が空いて集中できないとき、片手でサクッと食べられるカロリーメイトをおすすめします。またダイエットしている人にもカロリーメイトは有効です。美容や健康を維持しながらダイエットをするには、ビタミンやミネラルをバランスよく取り入れることが重要です。食事の量を制限すると必要な栄養素が不足してしまいます。カロリーメイトなら11種類のビタミンと6種類のミネラルが補給できます。
さらにブロックタイプは1本100キロカロリー。なのでカロリーの摂取量を把握しやすくなっています。2本のパッケージだと200キロカロリー、4本のパッケージだと400キロカロリー。計算しやすいですね。缶タイプもゼリータイプも2本入りのブロックタイプと同じ200キロカロリーです。さてここで問題です。これだけのカロリーメイトがあると何キロカロリーかわかりますか？これは1万食分のカロリーメイト。コンパクトですね。答えは400万キロカロリー。皆さんわかりましたか？カロリーメイトにはブロックタイプが5フレーバー、缶タイプが4フレーバー、ゼリータイプが1フレーバーと様々な形態、フレーバーがあります。発売以来、忙しい社会人や受験生をはじめ、たくさんの人に愛用されています。カロリーメイトは、これからも皆さんと一緒にバランス良い食生活を考え続けていきます。だそうです。ちなみに、これ大塚製薬さんの商品ですね。カロリーメイト、うん、大塚製薬っていうとポカリセットが有名だな、うん、まあまあ、うん、なんと言えばいいのか。俺あんまりカロリーメイト食わないからな。そんなにおすすめされても、まあなんか受験の時とか腹減った時とかに食えばいいんじゃない。確かこれがね、130円ぐらいで買いました。うん。130円。チーターは肉しか食べないのに、どうして栄養バランスが偏らないんだろう。人間には人間に合った栄養バランスが必要だ。バランス栄養食、カロリーメイト。確かにチーターとかってなんでこれあれなんだろうな。結局人間とは構造が違うのかな。人間だったら肉しか食ってなかったら死ぬからな。チーターが捕獲して食取する動物の体内には肉とともに骨や内臓、血液なども含まれています。それらを合わせて食することで必要な栄養バランスを補っていると考えられているんです。あくまで考えられているだけなんだ。教授、なんとか教授にこれを聞いたら、そうらしいです。まあ確かに血とかは飲まないしな、人間はな。骨も食べないし内臓も食べない。こってこともないか。うん、まあ。うん。肉って基本タンパク質しか含まれてないからな。うん。まあ、
うん。うん。カロリーメイト美味しかったです。ね、ということで。ね、こちらはね、これは、コクはない。甘みがちょっとあるな。やっぱりマスカットの味がだいぶするんで、うん、2443です。ご視聴ありがとうございました。